皆さんこんにちは。下関の底辺 YouTuber です。いつも応援ありがとう。ちょっと違うぞ今日は。今日は何しに来たかというと、市役所の駐車場に車を止めてですね、セミナーがありましてですね、ここに誘われたのでですね、市役所の方から行ってきます。タイトルは、この辺貼っときますけどね、下関地域商社海外展開セミナー。俺全然関係ねえじゃんって言ったんですけど、いや仲間さんには関係あるから来てよって言われてですね、いやいやいやって、あまりね、誇示してもしょうがないんですね、わかりました行きますみたいな、いいことあるかもよって、名刺交換とかあるから、なんかみんなと仲良くなってみたいなことがあるんですけど、まあ俺と関わるとろくなことないよって言いたいんですけど、そんなことはないね。ということでチャンネル登録高評価お願いします。なんつんだろうな、そのだこの講師の方がですね、西高の先輩なんですけど、秋葉義和さんっていうね、吉見でドローンスクールとかやってらっしゃる方なんですけども、三井物産でとかいう感じですね、超エリートじゃんみたいな、俺みたいな全然カスとは比べちゃいけないみたいなね感じなんですけども、そういった感じでね、俺関係ないからちょっと会場の隅っこの方でですね、ちっちゃくなってですね、お話を聞いていこうと思います。とはいえこんなところもね、なかなかそんな用事がないと歩くこともないんで、あ、丸太屋ありますね、丸太屋ね、たまには行ってみたいなとかね思っちゃったり、あとなんだろうな、なんか上級国民の家があったりね、上級国民って言葉が多いね。まあ歩くのは好きですよ、どんなところでも。勤労福祉会館であって、ここ前歩いたな。あれ、俺はどこに向かってるんだ、俺はどこから来てどこへ行くみたいな。おお、なんかすごい本屋さんある、なんとか。そうだな、今日そのセミナー自体どれだけ取れ高があるかですよね。基本は取らないようにしますけども、あ、この通りか、分かった。取れ高はないと思います。名刺交換か、持ってきたけどね、名刺ね、このためにね、このためじゃないんだけど、全然なくてね、すり直してたんですけど、見えるかな、見える、こんな感じなんで、本名とか全く入ってないんですよ。本名入れときゃよかった、中野聖子って言うんですけどね、中野聖子で調べたら Google 検索すると大体自殺した政治家の名前が出てきますというオチがあるんですけど、その人が撮ったんですけどね、じいさんがね。お、植物売ってる、こんなところが素敵じゃないね。ああ、結構いい街だな、カートの周辺ね、やっぱ市役所があるだけありますよね。へえ、めっちゃ店頭に並んでる、車来た、いいとこです。こんなレンガの、ね、建物があったり、そう、あのバー CD のね、テラ君が移転したハイトダイヤモンドって店があるんで、来なきゃいけないんだけどね、なかなか来れてないっすよね。こういうお店も素敵だし、何屋さん、お菓子屋さんなんだ。あ、これって日本一長いスクランブル交差点でよかったんでしたっけ、いいかな、行こう、めっちゃ長いの、向こうまである交差点がスクランブルで、あっちいな、なんかやっぱ酒でも飲みたいっすね、さっさとね。車来てるから飲めないんですけど、 あとはなんだろう、いきなり会場入って、あ、トレさんだとか言われないことを願ってます。僕ね、それ結構ね、ドキッとするんですよ、いまだに。前もね、家族から車まーって開けられて、車窓ガーって開けて、わーって言われてね、めっちゃね、お前ら大丈夫かみたいなね、思うんですけどね、大丈夫とか、なんとか言ってる間に、僕が出てる映画の関係者、23日ね、まだ前の動画で、PR してますんで、来てねってことなんですけど、その映画の関係者にパッて出会って、あっとか言って。お互いね、今誰からもドレさんって言われませんようにって言った瞬間にダーって出会っちゃうみたいなね、ちょっと待ってよね。会場入っていきましょう。会場はすぐそこですね。この辺もおしゃれなお店があるんですよね。これ何、まつげとかね、公園、この辺に確かね、なんか、とりあえずこの勤労福祉会館というところであのセミナーがあります。勤労とか俺が聞いたらアレルギー反応で卒倒してしまいそうなあれなんですよ、言葉なんですけどね。ミャオっていうお店、猫と本、素敵ですね。あ、ここ行きたかったの、ワインのお店やってんのかな、クローズ、今はやってないんだ。このワインのお店があるんですよね、そんな高くないですよ、機械だったら行きたい、誰か一緒に行こう、合ってるよね、なんかめっちゃ工事してるんですけど、行ってみましょう。勤労という言葉が俺のアレルギー反応に反応する。場所違った、あ、これでした、商工会館、商工会館だよね、あれ違うよね、どれだ
違う、あれではない。場所全然違った。戻ろう。バカか俺は。わかりました。道沿いのあの茶色い建物だ。全然もう見てなかった場所とか。やべえやつだな、ほんと。ということで、逆方向に戻ります。時間間に合うだろうか。くっそー、俺ははめやがって。まあ俺は勝手にはまったんだけどね。こいつです。こいつが本物です。やっと着いた。ギリギリの時間です。うどん屋さんとかあるんだな。ああ、商工会館、会議所。ああ、これね。こいつですね。あ、だった。チラシが。こんな感じで賑わっております。無理やり集めたんですかって言ったら、そうでもないということです。こういうのを PR してるんで、行ってあげてほしいですね。明日か、明日なんで。まあ、市役所前でですね、こういったマーケットやってるんでですね。物はいいですよ。何がいいかな。ああ、日本酒、奈良漬けがある。あ、下関酒造ね。うん。ドレッシングだったり。これ、新米とか気になるよね。茶豆いいね。うん、養蜂場とかね、いろいろあるんですよ下関も。あとは1時間半ぐらいあるのかな。それからアンケートと、うん、こんなワークショップがあったり。あ、これうちの子が、うちの子じゃないけど、弊社の人事担当の子が行くんじゃないかな。うん、わさあ終わって出てきました。まあ中は別に取らんでもねって感じなんですけども、まあやっぱさすがね、世界を飛び回ってる元商社マンだけあって、今でも飛び回ってるんですけども、なんかやっぱり現地のこととかがね、肌感覚で分かってる感じがしますよね。そういうお話でした。であとはまあ下関のことで言えばね、やっぱなんだかんだ言ってね、動線の話になるわけですよ。動線、福岡空港降りてそっからどうすんのとかいう話なんですよね。ここまで来るのにね。で、例えばカートのところにどうやって来ればいいのみたいなね、新下からねとかいう話なんですよね。その辺がねっていうのをね、やっぱりトータルでね、勝負していかないとねっていうところがあってですね。まあまあいろいろ課題があるなっていう話でした。名刺交換の方はまあ数人とですねしてきまして、まあ近所の店とかベトナムのあのね、あのお店とかバインミーの店とかね、そんなの見て、そんな人と適当に名刺交換して、今度行くねとか言うね、嘘か本当か分からんけどね、そんな感じでやりました。まあまあたまには会う人の話を聞くのもいいかな。まあやっぱね、そうだな、そうエリートの話は暑苦しい、言い方悪いけど、あー俺めんどくせえなみたいな、そんなこと俺絶対やんないからみたいな、絶対とそんなとこ行かないみたいな、ね、話になるかと思いますけど、まあだからエリートなんですよね。ということで今日は今回しておきます。チャンネル登録高評価お願いいたします。バイバイ。外かに出てくるとすごい湿気、これ雨来るぞ。やっぱベタベタになった一瞬で三脚すごい。